皆さんこんにちは、むちょと申します。ウマ娘にも登場するマンハッタンカフェ、実はね、最近 BMS としてめちゃめちゃ熱いんですよね。現役時代は菊花賞、有馬記念、天皇賞、春と、なかなかね、今だと評価が分かれそうな G1 3勝ではあったんですけれども、まあ当時はね、やっぱり勝馬としても評価されたっていうところがあって、車台スタリオン入りしてですね、いい繁殖も集めて、それにしっかりと応えてリーディング、2009年には1位にもなったりしましたね。結構その勝ち鞍の幅っていうのも現役時代以上に広かったかなっていう印象があって、最近だとレッドアンシルみたいにね、短距離で重賞何勝もするような馬が出ていたり、もちろん重長距離路線自身と同様にクイーンズリングと G1 勝ったりしましたしね。あとはブレイブブランデーみたいにね、ダートでの G1 勝ち馬なんかも出て、結構な万能性がありましたよね。累計の成績としても勝ち馬率3割8分4厘、 AEI 1.39 っていう数値はですね、非常に優秀と言えるのではないでしょうか。まあただですね、それこそ去年ぐらいまでっていうのは、てか20年まではその渋馬時代の成績の印象よりも、母の父となってからは正直ね、走る馬が出てないかなっていう印象があったんですよね。ある程度数が揃った中でも勝ち馬率1割台になったり、 EI もね1を切ったりと、まあステイゴールドと同様、渋馬の時は成績を出したけど、 BMS としてはちょっと合わないタイプなのかなっていう印象があったんですけれども、それが突如としてですね、去年爆発したんですよね。重賞7勝と、これっていうのは1位の8勝となるキングヘイローに次ぐ金亀と同数の2位になると、しかも出走31回と数少ない中での7勝ですからね、勝率的に言ったら相当に高いかなと。でその勝ち馬率で言ってもですね、 26.2% と、これもよく知られている BMS として活躍中のシンボリクレスエースや金亀、フレンチデプティ等よりもね、高い数値になっております。本当にね、一変したなっていう年だったんですよね。で今年に入ってもですね、その勢いっていうのはやっぱり衰えてないなっていうのをこの間すごく感じまして、帝王ロイヤル、ダイヤモンドステークス勝ちましたよね。やっぱ本馬っていうのも、もちろんね、父リオンディーズの能力っていうのは関係していたとは思うんですけれども、やっぱさすがにここまでの長距離をこなしたところっていうのは、母父マンハッタンカフェの影響っていうのもあったんじゃないかなって思いますよね。で実はテオロイヤルの兄にね、名将ハリオなんかもいるんですよね。去年のまさに重賞7勝のうちの1勝、ミヤコステークスを勝利した馬になりますね。まあこのように渋馬時代同様、芝でもダートでもね、しかも距離もかなり幅広くこなす馬っていうのが出てきていると。レイハリアなんかもそうですからね、芝の千日級スプリントで重賞2勝、他もちろん帝王ケインズ、新移民との配合で中央 G1 勝つような馬も出ましたし、ちょっとこれはですね、もうキングヘイローと同様、もうとりあえずどの勝馬とつけても芝でもダートでも距離問わず走る産駒が出ていると言っていいのではないでしょうか。いや本当に去年唐突にね、キングヘイローとマンハッタンカフェの名がね、母の父として出てきたなっていう印象が、いやすごくありましたよね。なかなかね、こう突如としてっていうパターンは、まあ守護馬はともかくね、母父で意識的にマンハッタンカフェの馬に超高額勝馬つけるっていうことはそんなにないと思うんで、本当突然だったなって思いますよね。まあ完全にオカルトチックな話になっちゃいますけど、いや本当に馬娘に登場した馬っていうのが、こう去年あたりからね、アプリが配信されたりアニメ2期があったりっていうところから走る傾向っていうのはなんか実際にあるような気がしてますよね。守護馬という点で見ても、北サンブラックなんかがね、それこそ母父キングヘイローでもう凄まじい勝ちっぷりをして、もうこの間ローテーションサツキ賞っていうね、なかなかノーザンらしい使い方に決まりましたけれども、なんかやっぱりしっかりと結果を出してくるのかなっていうね、気がしてしまいましたよね。この間の新カレ発表で
ついに北村がアプリでモテるっていうことが発表されたようですからね。ですから今年の新ショボバ、里のダイヤモンドとかね、里のクラウンなんかも、もうまさにクラウンなんか近々登場予定くらいの勢いらしいですから、オカルトチックなこの成功法則に乗っとると、いや、なかなか面白い存在になってくるかもしれませんよね。まあやっぱ注目度具合っていうのは関係者の方々にもね、こう伝わるっていうのはあるのかもしれませんよね。この決闘で走らせたら将来的にすごく人気になってくれるんじゃないかとか、確かに生産者の方とかもね、ウマ娘の影響でいい流れが来ているみたいなね、実際に従業員の方とかも申し込み増えていたりするようですし、あとはこの間の山口さんのようにウマ娘からの逆輸入みたいなねパターンもあるくらいですからね。まあやっぱビジネス的な面で言っても、名前が知れている馬の産駒が活躍するっていうのは、まあ他のね、名前の知られてない馬の産駒以上にメリットっていうのは大きいのかもしれませんよね。まあとはいえ、なかなかね、 BMS で登場したキャラがここまで爆発するっていうのも、まあ正直たまたまなのかなとしか覚えないところであるものの、いやちょっとあまりにもね、その爆発度具合っていうのが金亀とマンカフェすごかったんでね、やっぱこう人が競馬っていうのは作り出すものでもあると思いますし、こう影響がなかったとは言い切れないところもあるのかなっていうね、オカルト理論っていうのを話させていただきました。まあとりあえずですね、それに関わらず母父マンハッタンカフェっていうのは、これまでその微妙かなっていう印象だった方もですね、去年から非常にいい傾向に一変しているっていうことはね、知っておくといいのかもしれません。ちなみにですけれども、ここまでね、母系としてはマンカフェの地っていうのはがっつりと残っていきそうな気配はあるんですけれども、父系としては現時点で登録されているのはガルボとジョーカプチーノの2頭のみと、まあ、種付け頭数的にも去年ガルボが8頭、ジョーカプチーノが23頭ということですから、まあなかなかにね、厳しい状況であるっていうのはあるんですよね。まあただいい傾向っていうのもあって、ジョーカプチーノなんかは去年重賞馬また出しましたからね、現5歳世代なんかは勝ち馬率4割超えっていうね、非常に高いアベレージなんかも上げてましたし、まあポテンシャル自体はあるっていうのは間違いないところかなと。それこそね、繁殖の質に対する AI はそんなに悪くないですからね。まあともあれ、サンデーの後継としてリーディングにも立ったことのあるこのマンハッタンカフェがね、不景で続かない可能性があるっていうのは、まあちょっとね、寂しい状況ではあるのかなと。まあそれだけね、不景の存続、サイヤーラインの継続の難しさっていうのはかなり高いものがあるんだなっていうのは感じますよね。まあせっかく馬娘でね、いろんな意味で活性化しているこのマンハッタンカフェの血筋ですから、まあぜひとも不景母系どちらでも続いてほしいところです。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。